昨日の夜、アキナの下りでガードレールに。それで怪我は？ありがとうございました。ひどくはないらしい。軽い鞭打ち程度だけど、精神的には相当参ってるみたいだ。車の方もかなり行っちゃってるらしい。じゃあどうなっちゃうんですか？土曜日の交流戦。絶望的だよな。とにかく池谷の代役立てなきゃ。いらっしゃいませ。池谷さん、いいんですか？出歩いても。なんとか。俺の車は奥の工場ですけど、まだ何もパーツが揃うまでは手をつけられませんから。すみません、厚揚げください。はい、毎度。事故ったのか？はい。交流戦までいくらもないだろう。どうすんだ？その件で藤原さんにお願いに来たんです。お願い？はい。あさっての交流戦、俺の代わりに走ってくれませんか？お願いします、藤原さん。やけっ、死ぬなよ。藤原さんなら走り屋の気持ち分かってくれるでしょう。地元が負けるわけにはいかないんです。おいおい、今さら俺みたいな親父が出張っても場違いってもんだぜ。俺秋名で育った走り屋だから、あいつら赤城レッドサンズが秋名の走り屋全部をバカにしてるのが見え見えで、それでムカつくんです。秋名にだって本当に実力がある走り屋がいるってことをあいつらに見せたいんです。藤原さん、あなたならそれができる。何しろ赤城最速の高橋兄弟を一度任してるんですから。お願いします、藤原さん。
んだよ、今日はもう終わりだぞ。固いこと言うな、廃屋満タンだ。生意気だな、86のくせに廃屋だと。てめえだろ、雄一。あの池谷って若いのに変な噂を吹き込みやがったのは。ああ、別に嘘を言ったつもりはないが、それがどうかしたのか。今日も来たぞ、頭に包帯巻いてギブスつけて自分の代わりに走ってくれだってよ。ああいう男は嫌いじゃないけどな。嫌いじゃないなら代わりに走ってやったらどうだ。池谷は気のいいやつだぞ。やだね、ガキの喧嘩に大人が首突っ込むみてえなもんだろう。俺の主義じゃねえ。だったらガキの喧嘩にガキを出せばいいじゃねえか。うん、匠のことを言ってんのか。そうだ、かなりの腕になってるんだろ。まだまだだけどな。アキナの下りならどんな奴が来ても負けねえぐらいにはなったかな。ま、俺には負けるがな。すぐ負けん気を出す。あいつも誰に似たのか頑固なところがあって、走れって言っても素直に走る奴でもねえんだよな。ま、あの池谷って奴の頭の包帯に免じて作戦を考えてやるか。約束は絶対破っちゃダメだよ。夏樹は約束破る人とタバコ吸う人は嫌いなんだから。今度の日曜、俺車使わせてもらうからな。日曜、ああ、ダメだ。なんでだよ。朝の配達はちゃんとやるからさ。そういう問題じゃねえ。日曜は集合会の寄り合いがあって、俺が使うんだ。マジかよ。まずいよ。俺、どうしても日曜に使いてんだよ。さては女だな。なんだっていいだろ、もったいぶらないで貸してくれよ。どうせボロい車なんだから勝手に乗ってっかんな。車はキーがなきゃ動かねえよ。紐につけて首にぶら下げとこ。きたね。どうしてもって言うなら考えてやってもいいぞ。あ、本当かよ。ただし条件がある。条件？土曜の夜、赤城最速とか言ってやがるふかしたガキを軽くひねってこい。アキナの下りでだ。なんだそれ。そうすれば車は無条件で貸してやる。しかもガソリン満タンのおまけ付きだ。ガソリン満タン、ガソリン満タン。この条件はめちゃくちゃグラッとくるぜ。俺金ねえしな。どうすんだ。ちょっと考えさせてくれ。いいぜ、好きなだけ考えな。うん、入るぜ。圭介か。ちょうどよかった。お前に聞きたいことがあったんだ。なんだ兄貴。お前がアキナで見た86だけどな、そいつの速さを説明できるか、理論的に。え、勘弁してくれよ。兄貴と違って俺はそういうのは苦手だからな。いつも言っているようにドラテクで一番大切なのはここだ。兄貴はバトルしながら後ろにつくだけで何でも分かっちまうんだよな。相手のドライバーの癖や欠点、車の足回りの仕上がりまで、兄貴の分析力は化け物じみてるぜ。俺に言わせれば、何も考えずに走って、俺とタメハルお前の方がよっぽど化け物だ。お前の走りに理論が加われば、理想的なドライバーなんだが。この前負けたのは、熟練度の差と俺の油断だ。今まであんな屈辱なかったぜ。あの86の中はやっぱりモンスターだ。モンスターか。少し興味が出てきた。明日の交流戦、俺も行ってみるか。たくみ、ついに来たな、土曜日が。
なんだっけ。うわなんだっけじゃねえよ、交流戦だよ、赤城レッドサンズとの交流戦。86借りて見に行くって約束したじゃねえか。ああそのことだけどさ、ちょっとややこしいことになっちまってさ。なんだよ、まさか都合が悪くなったなんて言うんじゃねえだろうな。いやそういうわけじゃねえけど。ドタキャンなんかしてみろ、どんな事情があっても絶好だぞ。俺はもう毎日毎日指折り数えてこの日を待ってたんだからな。分かってるよ。ごめんください、厚揚げください。おお、まだんだか。しつこいよな、あんたも。藤原さん、お願いします、今日の交流戦に行ってやれるかもしれないぜ。行ってやれるかもしれねえと言ってんだよ、今夜の秋名さんに。本当ですか。おいおい、大丈夫か。本当に来てくれるんですか。確実とは言えねえが、今のところ五分五分ぐらいの可能性だ。何時から始まるんだ。交流会自体は8時からですが、タイムアタックは10時です。10時か。10時過ぎてももし86がつかなかったらその時は諦めてくれ、自分たちで何とかするんだ。待ってますよ藤原さん、絶対来てくれると信じてます。絶対じゃねえ、五分だと言ったはずだ。いや、あなたはもう来てくれるつもりなんだ。チームの仲間全員で待ってます。それでは藤原さん、秋名の頂上で10時に待ってます。弱いんだな、ああいう熱いやつに。もし匠がこねたら俺が走ろうかな。機械が血が騒ぎ出した。イニシャル D。 イニシャル D。 何か楽しいことでもあったのかい。え、いつもとちょっと感じが違うよ。そうかな、夏木いつもこんな感じじゃない。なんとなくウキウキしてるよ。実はね、明日友達と海に行くんだ、すっごい楽しみなの。友達って男の子かい。え、違うよ、女の子に決まってるでしょ。そうか、じゃあデパートによって新しい水着を買ってあげようか。いいの、もう自分で買ったんだもん、水着2着もいらないよ。パパも見たいな、夏希の水着姿。変だよそんなの、パパは全部見てるのに。パパのエッチ。明日晴れるかな。バカバカしいこと聞くなよ、日本全国カンカン照りだよ。どっか出かけんのか。海へ行くんだ。ん？海？なに？うらやましい、俺だって海に行きたいよ。まさか女のこと行くのか。女のこと。まあな。誰なんだよ俺の知ってる女が。可愛いか、おっぱいでかいか。かなり可愛い。ボギー、夏希か。うん、抜けかけとはひどいじゃないか。ごめん、成り行きでお前に声かけるわけにはいかなかったんだよ。また今度な。本気で泣くな。どうなんのかな今日のバトル。レッドサンズはあっちこっちで交流戦仕掛けて全勝してるって話だけど。やる前から結果は見えてる、どうせアキナの全敗だ。だが群馬最速はレッドサンズじゃねえ、俺たち妙義ナイトキッズだ。たけしさん、そろそろ。ああ行くか。早く走ることだけを目的に生まれた純血種のサラブレッド R32、 赤城のイモロータリーなんかに負けやしねえぜ。
げえな。山はちょっとしたお祭りだぜ。池谷のチームと赤城最速チームの交流戦のことはあちこちで噂になってるからな。どっちが勝つかな。ま、匠の86は文太の86だ。負けねえだろうな。俺まで久々に血が騒いできたぜ。すっげえ集まったな。こんな大勢のギャラリー、秋名じゃ見たことないぜ。レッドサンズが自らの速さを見せつけるために集めたんだ。これで負ければ俺たちは赤っ端だ。ところでさっきの86の話だけど、本当なのか池谷。ああ、俺にはとてもじゃねえけど信じられねえぜ。その86、高橋圭介の FD3S は峠仕様のライトチューンらしいけど、それでも350馬力は軽く出てるっていう噂だ。パワーが違いすぎるぜ。いくら下りだからって86なんかじゃ勝負なんねえよ。池谷、お前打ちどころが悪かったんじゃねえのか。86は86でもただの86じゃない。高橋圭介が自分で言ったんだ。見た目はただのパンダトレーノだけど、中身はカリッカリのモンスターマシーンだって。俺を信じろ。必ずあの人は来てくれる。もし来なかったら。こんだけギャラリーが出てるんだ、スピードスターズが逃げたなんて言われたくない。その時は、その時はケンジ、チームの看板しょって死ぬ気で走ってくれ。え、シャレなんねえよ。たくさん上がってくるぞ。ロータリーサウンドも混じってる。レッドサンズだ。来たぞ、レッドサンズだ。ついに来たか。すげえな、高橋兄弟の人気は。あいつら高崎にある大きな病院のボンボンだって話だぜ。金持ちには勝てねえよな。運転のうまさなんてどれだけ無駄にガソリンとタイヤを使ったかで決まるようなもんだから。何やってんだ匠のやつ。交流戦が始まっちゃうよ。あれほど念を押しといたのにバカ匠、アホガス、てめえなんかもう友達じゃねえよ。いったもうこれ以上マジない。やっぱケンチャリで行こうと。タイムアタックは予定通り10時から始めよう。遅い時間なら一般車の通行がなくてやりやすいからね。スタートとゴール地点で無線を2台使ってカウントするんだ。安心してアタッカーが全開走行できるようにブラインドコーナーにはオフィシャルを立たせて、対向車が来てる場合にはライトでドライバーに合図するってわけさ。なるほど。あいつら手慣れた感じだな。ああ、あちこちでタイムアタックしてんだろうな。じゃあそういうことだから、10時まではフリー走行ってことで楽しく走ろう。ギャラリーも多いことだしな。来てないぞ、例の86。どういうことだ。秘密兵器として最後まで隠しておくつもりか。どうした、行く気になったか。あんまり気が進まねえな。なんだよ、勝つ自信がねえのか。普通に走りゃ負けやしねえよ。おお、来た、高橋弟の FD3S だ。
トが早い。今度は高橋涼介だ。さすが高橋涼介だ。あいつの実力は本物だ。すげえ、あんなにくっついて当たってねえのか。あれが有名なパラレルドリフトだぜ。あれは車を寄せていく方が難しい。ドリフトしながらスピードとラインを自由に変えられるテクニックがないとできない。だがこんなのはただのパフォーマンスだ。タイム出しに行く時の走りとは違う。まだ来ないのか、アキナの幽霊。俺の敵はお前だけだ。出てこい、八六。今日は紙コップはいいのかよ。いらねえよ、そんなもん。後ろに豆腐乗っけてねえんだからな。いつもの下手じゃねえんだから、せいぜい遊んでこいや。ガソリン満タン忘れんなよ。わかってるって。じゃ、行ってくるぜ。ああ消えてこう to the next sound 誇り舞う敗者地に這う行き着くだけのラッキーたち邪魔くさい悲しかとしていこうストリーカーさあ続くスイートの向こう Something that you know今回のゲストはアグレッシブな走りで魅了するレッドサンズの高橋よこせ。さっさと出てきやがれ、アキナの幽霊。まさかおじけづいて逃げたんじゃねえだろうな。今度は勝てますか。うるせえ、当たり前だろうが。何が何でもリベンジぶちかましてやるぜ。次回イニシャル D、 ついに交流戦突入。どっちが勝つのか、86対 FD のハイテンションバロー。 Don't miss it。